ちは。大人の部活スワックと申します。模型サークルなんですが、沖縄市の中央公民館公認のサークルです。月に1回なんですが、日曜日、第3日曜日ですね、18時から21時、まあ約3時間の間、公民館の地下2階を借りて模型に関するいろいろな、おしゃべりしたり、制作内容、情報交換などを行ってます。だいたい10名から15名ぐらいですね。はい、年に一度で、毎年4月頃、行っています。基本的に、うちのメンバーが1年をかけて作った、制作した完成品の模型を飾る、展示したりします。それだけじゃなくて、展示会の7割ほどが飛び込みのお客様で、サークルに参加できなくても展示会の日は持ち込んでいただいてエントリーしてもらうっていうようなシステムになってます。そうですね、模型って言ってもいろいろなジャンルがあると思うんですけど、楽しくみんなとおしゃべりができたらいいかなって感じですね。ありがとうございました。こんにちは、テルヤです。色で言えばですね、この船の底の部分なんですけど、キットの段階でもかなり正確に色分けされてるんですけれど、個人的な色が塗りたくてプラモデルを作ってるので、何度も何度も、例えば下を銀色で塗った後にもう一度この自分のイメージするヤマトの色をこう何度も何度も塗り重ねてるということで、エアブラシとかそういうものが好きな方の考え方とは逆で、塗装を厚く厚く塗っていくという考え方で塗っているんですね。それで色のまだらな部分でこう兄弟感とか精密感を表したいなと思って作っています。魅力はですね、色を塗ったら楽しくなります。ストレートで組んでも、そのまま組んでも、改造もしなくても、色さえ塗れば自分のオリジナルになるっていうところが魅力ですかね。はい、はい、ありがとうございます。2119番のヤマトは沖縄の方がディテールとかデザインの細かい部分に参加しているので、個人的に応援していきたいなと思ってます。